さんどうもこんにちは。毎度おなじみスイカが食べたいウプ主のミーです。毎度おなじみ絶賛流しそうめん中の霊夢だよ、中断しろ。同じく毎度おなじみマリサだぜ。ということで今回も折り紙キングを実況していきたいと思います。前回はついにクッパ城に乗り込んだんだったな。そうそう、そしたらとんでもないサイコ野郎がいたのよね。果たしてマリオはボスを倒すことができるのか。それじゃあ続きからやっていきましょう。うわぁ、これどうしたらいいんだぁ。カメックの魔力を使ってるならあのカメックの顔を剥がしたらどうかな。なるほど、無力化しちまえばいいのか。ほらぁ。くぅ、何回かに分けて剥がしていかないと難しいわね。剥がれろぉ。やったぁ、これで魔法が使えなくなった。くっつけられてたペラペラたちも剥がれたわ。マリオくんお見事、これでもうそいつは魔力を使えずもはやただのハリボテ。それなら。最初からただのハリボテだったら楽だったのに。マリオくん、私たちを切り刻んだあいつがまだいますぞ。そうだった、ハサミ野郎が残ってた。そうだね、やっぱりあんなすぐに壊れるおもちゃじゃダメか。みんなをこんな風にしやがって。じゃあ僕と遊ぼう。ほんとこのハサミ怖いわ。切り刻まれないように気をつけろよ。けっけっけっけ、遊びましょっと。こういうやつバトル系漫画に一人はいるよな。ああ、だけどすぐに切り刻んじゃったら面白くないな。よし、ハンデあげるね。舐めやがって、舐めていいのは塩だけだ。なんで塩限定。ほら、カバーをつけたよ。これで安心だ。よかったね。くぅ、こんなやつ早く倒しちゃいたいわ。でも気をつけて、このカバーを壊しちゃったら、とてつもない苦しみが待ってるよ。苦しみ上等、やってやろうじゃないか。脆いな、すぐに壊れちまったぜ。ああ、カバー壊しちゃったね。気をつけてねって言ったのに。よっぽど自信があるのかな。そんじゃ難易度ベリーハードで苦しんでもらおうかな。これでフィニッシュだ。ガードなんてするだけ無駄だよ。バイバイ。すごいオーラ、これはヤバそうだよ。ガードが無駄なら飛べばいい話。おお、ナイスジャンプ。マジマジマジ、何それ、ジャンプでかわすとかマジ。これぞ神回避よ。あれ、こいつ今までのボスより弱くね。まああの攻撃をタイミングよく避ければ無傷だから。それじゃあ遊びはもうおしまいだ。よっしゃー、ハサミ撃破。どう、参ったでしょ。遊び半分でマリオさんとやり合うなんて、甘く見ないでほしいですわ。なに、あれ急に静かになったな。ちょ、危ないぞオリビア。最後は何も言わずに爆破したか。よかったー、バラバラにされたみんなも元に戻ったわ。一人ずつ集めて温泉に入れないといけないのかと思ってたよ。さあ最後の紙テープを破壊しちゃいましょう。テープが邪魔だ。それで、テープが邪魔だ。テープが邪魔ださんのインタビューでした。名前みたいに言うな。これで残るはピーチ城だけだね。この旅の終わりが見えてきたぞ。皆さん本当にありがとうございました。マリオさん、マリオさんにはピーチ城で助けてもらってからずっと。そういえば、壁に挟まってたんだよね。ずっとずっとお世話になりっぱなしでしたわ。ここまで来るのに楽しいことも辛いこともあったよな。本当に本当にありがとうございます。マリオさんがいなかったら私一人で。おや、オリビア君どうしました。ピーチ城に行けるようになったのはいいんですけど。なんだよ、もっと喜んだらいいのに。私にあの兄上を止められるのかしら。おい、折り紙娘。あ、テープが邪魔ださん。リッパ様だよ。貴様まさか一人で行くつもりじゃないだろうな。クッパが代わりに行ってくれるの、ありがとう。け、マリオにもまだピーチ姫を助けるという大事な仕事があるだろう。珍しい、あのアホなクッパが背中を押してくれてるわ。アホは余計。我が輩もオリーにこんな姿にされた借りを返さんとな。え、じゃあクッパも。お父さんをこんなに比較にしたやつ、僕も許さないぞ。ありがとうございます。皆さんが一緒なら私もやれるかも。それなら我が輩がピーチ城に行くためのいい方法を教えてやろう。だから我が輩を、ここからおろせ。はいはい頑張って、引っ張ってやれ。なんで僕がこいつを。とわぁ。あれよしよし上出来だ、さすがライバル。敵だろ。もういけず。マリオ、折り紙娘、その取っておきを使わせてやる、一階の倉庫に来い。こうなっても偉そうだよな。すごいって言いたかったけど、ここ、どこ？マリオ、せっかくだから貴様に大事な役目をやらせてやろう。え、クッパ城爆破していいの？誰がそんなことお願いするか。そこの左のボタンが取っておきを使うためのボタンだぞ。さらば、クッパ。我が輩爆破スイッチでもないわ。おいおい、何が起こるんだ？なんか凄そうなものが出てきたんだけど。これは巨大な船。クッパ城にこんなもの格納されていたのね。
うわ、はっはっは、どうだ、我が輩のとっておきの手は。これ売ってお金にしようよ。はい。これは本当にすごい、すごすぎます、クッパさん。えへ。やだ気持ち悪い。どうだマリオ、かっこいいだろ、乗せてもらえてよかったな。ピオも乗せてあげたかったな。僕が先に乗るぞ、マリオは僕の後な。いいよ別に、早く乗ってな。なんで息子には優しいんだ。あ、カメックのほうき。あらカメックさん、お船でお掃除、大変ですわね。さあ、これは部屋から取ってきた魔法のほうきですぞ。後ほど伝説のほうきさばきを見せてあげましょう、クックック。マリオさん、僕たちもお供します。ボム兵さん、どうしてここに？ボム兵、お前はいいやつだったよ。うわ、ボム兵軍団。ボム兵さんがいっぱい。あの時ボム兵さんは私を助けるためにドカーンと。ああ、多分それは違うボム兵じゃない？そうなの。てっきり化けて出てきたのかと思った。僕たちみんな同じ姿だし間違いやすいよね。でもあなたのこと、なんとなく覚えてるような、なんでだろう。夏と言ったらホラーですよね。まさかホラーコース。ザ・イービルデッドって誰のことでしょう。最初からめっちゃ雰囲気あるじゃねえか。ちょっと、痩せて体温が下がったのにホラー。いかにも名頃屋敷とか勘弁してよね。肝試しとか人生で一度も経験したことがないんだけど、実際にこういう廃墟っぽいところって怖いんだろうね。ああ、肝試しなんて言っていいことなんて起きやしないぜ。実際に今のこぎりでバラバラになりそうになったしね。今からでもまだ間に合うわ。帰りましょう。いや、僕は勇気ある男だ。ここで逃げたら主人公じゃない。マリオさんが自らそんなことを言うなんて。珍しいこともあるもんだぜ。この骨、誰の骨だろう。もしかして昔この小屋で殺された人の。冗談じゃねえ。小屋の中にあった井戸を降りてみたけど。不快なんてもんじゃない。ギャーなんだよ今の骸骨。骸骨なんていなかった骸骨なんて。この井戸の中にはあんな巨大な骸骨が住み着いていたんですね。あんな怨霊が襲ってきたらどうするのよ。霊媒師でもなんでもないし、とにかく逃げるしかねえだろうな。それか今すぐマリオさんに霊媒師になっていただくか。なろうとしてなれるものじゃねえだろ。うわあ、また骸骨。あいつ確実にマリオのことを狙っているわよ。僕って骸骨に好かれるような見た目しているのかな。恋を寄せられてるわけじゃねえだろ。じゃあ何もしていないのに恨まれてるってこと。きっとあの小屋に入った時点で獲物として見られているんだよ。そんな。何よこの黒い火の玉みたいなの。私たちどうなっちゃうんでしょう。ジュゲムジュゲムご幸の。それ以上でもなんでもねえ。お前をあの世に連れて行ってやる。いや、あの世に行くのはお前の方だ。もうあの世に行ってるんじゃないの。悪霊退散。倒した。まさか悪霊を本当に成敗したってこと。信じられませんか。確かにあの骸骨の頭を貫いていましたよ。もしかして僕ってそういう素質とかあるのかな。誰もが予想しなかった方法で脱出したよ。ほんとこいつはどうなっているんだか。悪霊よりこのおっさんの方がよっぽど恐ろしいわ。クワバラ、